はい。えっ、ー、と、システム機能学分野の医学と言います。えっ、ー、と、私たちは、あの、細胞が、まあ、お互いにどういうふうにしてコミュニケーションを取ることで、えー、多細胞生命システムっていう、まあ、そういうシステムが出来上がるのかっていう、まあ、そういう原理とですね、こういう細胞間のコミュニケーションが、あどういうふうに癌を制御したり、えー、個体の老化を制御するかっていう、そういうメカニズムを研究してます。で、えっ、ー、と、まあ、これ研究するために、あの症状灰、 使うんですけども、細胞間のコミュニケーションを研究するのに非常に優れたモデル系です。で、特にフォーカスしているのが、この細胞競合って。まあ、そういう、まあ、新しいタイプの細胞間コミュニケーションです。で、細胞競合が破綻しますと、癌が発生したり、悪性化したりする。または、さらにですね、老化が制御されるということも分かってきていて、まあ、そういう研究をしているんですけども、まず最初にこの細胞競合って一体何なのかということなんですけども、 これはですね、細胞間の適者生存競争っていうふうに考えられています。で、えっと、これまだ教科書なんかには載っていないので、皆さんあの聞いたことない、なかったと思うんですけども、あの、非常に今研究が進められていて、えー、これ、えっと、私たちの体の中の細胞っていうのはね、あの、基本的には生体内の環境に適応して生きてます。で、えー、正常細胞は当然、 適応して生存してるんですけども、まあ、いろんな変異細胞ですね。ちょっとぐらい遺伝子が変異しても、細胞っていうのは生存できます。適応できる。えー、ところが、こういった変異細胞と正常細胞がこう混在している状態だと、細胞競合っていうのが起きて、えー、この変異細胞が競合のルーザーになります。で、正常細胞が競合のウィナーになって、えー、それでですね、このウィナーがルーザーをこう積極的に排除して殺してしまう。そういった現象が起こることが分かってきました。 で、私たちは、以前ですね、この細胞競合という現象を、症状倍の上皮で、えー、ライブで捉えることに成功しました。で、これは緑で光っているのが変異細胞で、赤い細胞が正常細胞で、この白でハイライトしてますけども、変異細胞、この矢印を示した細胞が排除されます。これですね。これ一見正常なんですけども、急にウイナーの方に引っ張られて、ボラバラバラにこうアポトーシスを起こして死んでしまうという。まあ、こんなあのドラスティックな現象が体の中で、 起きるんだっていうことが分かってきました。で、何のためにこういうことが起きてるのかっていうことなんですが、あの、私たちはこの現象がですね、ガになりそうなあ細胞ですね、がんの元になる細胞が生体の中に生まれると細胞競合が起こってこういった細胞を排除する、まあ。そういったことを症状外で見つけましたで。非常に面白いので、このメカニズムを解析するっていうことをしてきて、まあ、いろんなことが分かってきました。 え、ルーザーとウィーナーの境界上でどういうリガンドや受容体が機能していて、どういうシグナルで排除が、まあ、促進されるとか、あるいは周りの細胞がどういった分泌因子を出している、あるいは遠く離れた脳のインスリン酸性細胞がインスリンを出す、これが競合に非常に重要であるとか、まあ、いろんな制御機構が分かってきて、まあ論文を発表してきました。この赤で示しているのが大学院生がファーストオーサーで発表してきた論文なんですけども、あの、 面白いことが分かってきているんですが、まだまだ分からないことが、重要なことが、あたくさん残ってます。で、例えば、細胞の適応度、これが細胞境を引き起こす、まあ、トリガーなんですけども、この分子実態が一体何なのかって分かっていませんし、細胞がどうやって互いの適応度ですね、まあ、どのぐらい強いか弱いかっていうのを、 感知している。そのメカニズムが、あ非常に重要。さらには、ウイナーがルーザーをどうやって排除するか。そういった、あメカニズムをですね、一つ一つの課題を学生が一つ一つテーマを持って、研究をして、え、ラボ全体で細胞合を理解しようということをしています。で、この細胞競合が破綻すると、ガンが生じるんですけれども、症状場合は、あの、ガンの研究に非常に適しているモデル系でして、例えば、この、複ガンに詩を作ると、 まあ、綺麗に使用ができますし、GFP で量性使用をこう、ラベルしておくと、これが悪性化して新準転移する、まあ。そういったメカニズムも、まあ、非常に簡便に研究することができます。まあ、これもあの学生が中心となって、えー、仕事をしてきています。 で、さらに加えてですね、細胞間がコミュニケーションを取ることで眼科が進行するって、そういった新しいタイプのんの進展メカニズムを研究したりですね、細胞老化っていう現象があります。これが老化細胞が周りの細胞の眼科を促進するですとか、あるいは細胞競合は、あの、異常な細胞をどんどん排除していくので、老化に非常に大事なんですけれども、個体老化をどういうふうに細胞競合が制御するか、そういったメカニズムの研究もしています。 で、えっ、ー、と、大学院生は今、修士8人、博士7人で、まあ、あの、多くの修士の学生、博士課程に住んでますけども、将来、アカデミアですとか、企業の研究者になりたいという人を、まあ、強くサポートしたいと考えてますので、研究者を目指す人に、ね、入ってきていただきたいと思っています。場所は薬学部で、 三階です。あの、午後に3階説明会をしますので、薬学部は、あの、正面玄関だけが、あの、鍵が、今日は午後から開いていますので、まあ、そこから入っていただいて、あの、3階で部屋を探していただければと思います。ああ以上です。ありがとうございます。